サルビノボ、またはドイツ5名ゾルンドルフは、ポーランドの西ポモ事件ムイシリブシュ軍伝部の自治体の村。伝部のから南約 10km、ムイシリブシュから南西約 35km、シュケチンから南約 86km のところにいる。人口は490。西スラブ人の集落として始まり、1261年に、 最初に言及された時は、テンプル騎士団領トルバルムシュトルクという名前だった。1335年には、ブランデンブルク辺境白領ノイマルクのツォルベンスドルフとして知られ、1540年に、ブランデンブルクキュストリン辺境白予判の領土になった。1758年8月25日にはこの地で、ツォルンドルフの戦いが正規し、ウィリアム・フェルマー率いるロシア帝国陸軍と、 プロイセン軍フリードリヒ2世率いる軍勢が戦った。ソルンドルフの戦いは7年戦争で最も多くの地が流れた戦闘の一つだった。1815年、プロイセン領ブランデンブルク県の一部になり、1871年にドイツ帝国に組み込まれた。第二次世界大戦後、ポツダム海岸での合意によりポーランド領になり、現地ドイツ人が追放された。その後、 ポーランド人が入植した。ありがとうございます。